後藤博士二郎は日本の馬術家。バルセロナオリンピック総合馬術競技代表。アジア大会総合馬術団体金メダリスト、個人銅メダリスト。東京都出身祖父銀作より馬術家として三代目。誕生の半年前に東京より空気の綺麗な横浜に移り、そこで育つが高校、大学時は馬術部のある藤沢で過ごす。 1962年2月、全東京都馬術連盟名誉会長、小古藤博士の次男として誕生。1977年4月、日本大学附属藤沢高等学校、入学堂馬術部入部。1980年4月、日本大学経済学部経済、学科入学堂体育会馬術部入部。1977年から1980年、 第一期ジェフ総合馬術部門ジュニア強化選手指定を受ける。1982年から1986年、ジェフ総合馬術部門ナショナルチームにメンバーの指定を受ける。1982年、最年少でインドニューデリーで開催されたアジア大会、総合馬術競技にて、ガンジー首相より銀メダルを受理。1984年、日本大学経済学部卒業後、 米国バージニア州のカレンオコナー選手に指示。その後、英国、ニュージーランドにて、海外馬術研修。1985年、祖父の創業した、後藤鉄工所勤務の傍ら、日本大学馬術コーチとして、更新の指導。1986年、アジアオリンピック大会ソウル会場にて、日本悲願の団体初優勝個人3位。 1991年から1999年、フランス・ルーマンを本拠地として、選手権指導者として活動。ソウルオリンピック仏国チームのミスター・ローラン・ブスケに指示。ブスケから、馬、馬術の考え方から生き方まで、人生に多大な影響を受ける。1991年、国際総合馬術競技 CCI パウフランスにおいて、戦後の欧州国際大会では、 日本人初の個人2位入賞。1992年、バルセロナオリンピック総合馬術競技にて、戦後初団体7位入賞。1993年、国際総合馬術競技 CCI ラマンベルギーに、おいて、日本人として、個人初優勝。1993年から1995年、JOC 日本オリンピック委員会スポーツ指導者。 在外研修院として活動。1995年、日本国発欧州開催の国際総合馬術、大会 CCI ビッテルにて、団体優勝。1998年、日本におけるフランス年として、お台場で開催された、日普通行進全交流、フランス祭りの、馬とポニーの部門の制作と進行を担当し、好評を得る。1999年、 日本人として初めてフランスでポニーのスペシャリストの資格を取得。12月、フランスより13頭のシェットランドポニーを連れて帰国。2000年1月、山梨国際乗馬クラブ技術顧問として日本で初めて本格的なポニープログラムの指導開始。7月、NPO 地域福祉研究会、雪は理想の障害者乗馬技術講師に就任。10月、 動物フレあイフェスティバルにて、ポニーブース担当を、お台場。2001年6月、エルメスジャポン株式会社のバグテクニカルアドバイザーに、就任。10月、群馬県松井田町に、NPO 地域福祉研究会、雪は理想が主催する乗馬施設ハローヒポアンジュの、設立に携わり、初代所長を務める。2002年9月、ハローヒポアンジュを、 ハローヒポと改め同書の顧問に就任。同月、赤城乗場学校技術顧問として、ポニープログラム指導開始。2005年、KHT プランニング、KHT ライディングスクエアの馬術主任に就任。富澤加代子が亡き一人息子の功績の記念施設として、ブルーベリーヒル内に乗馬施設を開設。2006年6月、富澤の高井により同施設を退任。 相談役に就任。2007年4月、ジャパンホースマンアカデミー馬術部門講師に就任。2008年2月、ジャパンホースマンアカデミー解散のため退任。2008年8月、エクースライディングファームにて、ポニープログラム指導開始。2009年10月、TBS オールスター感謝祭、ポニー競馬に、ポニー9等とともに出演。2011年3月、 エクスライティングファーム退任。2011年4月、自動専門ポニースクールプティパレ開校の校長に就任。10月、総合馬術競技トレーニング及び競技、パトリック・ガルー著書監修出版、構成者構成格2012年3月、NPO 地域福祉研究会、雪和理想乗馬教室顧問を退任。8月、自動専門ポニースクールプティパレを退職。 9月、法馬乗馬学校、アニマルベジティションカレージ副校長に就任。2018年5月13日、RDA 総会をもって、理事退任。ありがとうございます。